北緯34度47分15.1秒。統計134度39分50.1秒。北緯3 4 7 8 7号2 8度統計134.663917度。3 4 7 8 7八2 8 1 3 4 6 6 3 9 1 7姫路港ドームは、兵庫県姫路市にある多目的ドームである。愛称は、宮古湖港ドーム。 かつての万丹線鹿間公益の跡地に建てられた。2000年5月竣工鉄骨幕屋根付人工芝競技場として、テニスフットサルを中心としたスポーツをはじめ、展示会など各種イベントに使用されている。2011年12月現在稼働率は年平均約90%。開館時より2011年まで全日本実業団ボクシング選手権大会の 会場として使用されてきた。プロレスの工業にも使用されている。2006年4月1日より指定管理者制度を導入し、新規バスグループに属する株式会社ホープが管理運営に当たっている。2014年4月1日より命名権を新規バスが買収し、愛称をニコパ、姫路港ドームに解消した。2017年4月1日より命名権を株式、 外車焼肉力が買収し、愛称を白杉姫路港ドームに解消した。2019年4月1日より命名権を株式会社宮本組が買収し、愛称を宮古古港ドームに解消した。ありがとうございます。